ありがとさんこんにちは。です。それでは今回なんですけども、キャッシュレスを始めるのに年齢は関係ない、キャッシュレスを他の方にお勧めする3つの方法ということで、今回はキャッシュレスを発信しながら、ふとですね、年齢について思ったことがあったので、それについてお伝えしていこうと思います。 早速なんですが、まず見てほしいものがありまして、これ先日僕がツイートしたことなんですけども、こちらですね。読むと、たまにお年寄りにキャッシュレスはってなことをネット上で見かけます。この画像は僕の YouTube チャンネルの過去90日間のアナリティクス。年齢だけ抜粋しても65歳以上の方が7.7%。パッと見て少ないように見えるけど少しでもキャッシュレスに関心を持ってるだけで僕的には嬉しい限り年齢関係ないなということで、その画像がですね、こちらなんですよ。これは普段 YouTube などで動画を配信 されている方であればご存知かと思うんですが視聴者さんだとなかなか見れないものなんですよねまあ、先ほどお伝えしたようにご覧の通りですね、7.7%も65歳以上の方がいらっしゃるんですよねまあ、ちょっと偏りはありますが高齢の方でも見てくれている人がいると僕的にはかなり意味があるなという風うに思っています 先日、ANN のニュースであってた、こちらの、消費増税目前お得なのに浸透しない〇〇ペイという動画が、現在 YouTube にアップされています。一応、著作権的にちょっと画像をぼやかしてるんですけども、内容からすると、簡単にあの、68歳の男性の方が、いろんな場所で、スマホ決済を活用してるということでした。まあ、うまく使いこなしてることで、周りからペイの達人と言われてるみたいです。まあ、スマホ決済を使っている理由からすると、現在は年金暮らしをされてるということで、 くる収入も限られていでいう理由でしたいや、もうこれは本当素晴らしいの一言につきますね。まあぜひですね、これは見てほしいです。まあ今更ながら言うのも何な,なんですが、本当に現金決済だけしていてもぶっちゃけ意味がないので、ぜひですね、このような方が増えてくると面白くなりそうです。とは言うものの、年齢問わず、キャッシュレスをご家族やご友人に使ってもらうためにどうしたらいいのという、なると思います。まあこれは僕なりに進め方として3つほどありまして、まあこちらの3つですね。 一緒に始める使う場面を見せる。そして お得になる理由を説明する。そして、チャージタイプを使うということで、まず一つ目の一緒に始める使う場面を見せるですが、これが一番いいかなと思います。やっぱり、一人で新しいことを始めると、ちょっとした不安というのがついてくると思います。まあ、これ大丈夫なんかなとか、使いこなくすことできるんかなとか、ちょっとしたネガティブな印象を持たれやすいですが、誰かと一緒であれば自然と安心するのかなと思うので、まあ、一緒に始めるのが一つ。そして、使う場面を見せることですが、まあ、例えばそのコンビニとかスーパーとかで、 こんな感じにまあスマホの画面も見せるだけで決済できるんだよねっていう感じでまあ大丈夫だと思いますあとはチャージの方法とかもセブン銀行 ATM とかでまあ一緒にしてみるとかそれでもいいかもしれないですね本当現金よりめっちゃ楽だよって感じでも全然気楽な感じで OK です そして2つ目のお得になる理由を説明するですがこれめっちゃ簡単で大丈夫です今はキャッシュレス消費者還元事業とかでちょっとごちゃごちゃするかもしれませんが例えば現時点だとペイペイだったら3%還元されるんよとかペイペイチャンスみたいな楽しみ方もあるよとかあとは l i n e イだったら100円オフのクーポンが出てお得になるとかめっちゃ簡潔で大丈夫ですのでお得なことについて分かりやすい理由があればまあ現金決済よりお得なんだなっていう感じに思ってもらえる可能性はあります そして3つ目はチャージタイプを使うということですね。これなんでチャージタイプかというと、まあ、ご存知の通り使いすぎを防ぐことができます。まあ、クレジットカードとかだったらあまり使われてない方からすると結構感覚がバグります。まあ、チャージタイプだったら3万円入れたらその中でやりくりすると比較的お金の管理がしやすいと思います。現金だったら自分のお財布に お札と小銭が1円単位でいくら入ってるかなと把握するのが難しいので、まあそれも含めてキャッシュレス、その中でもチャージタイプが魅力的ですね。まあスマホ決済であれば PayPay ペペや LINEPay など、あとは楽天、エディとかチャージタイプではないんですけども、銀行口座から即時引き落としされるデビットカードとかでもいいと思います。まあ今この3つをお伝えしましたが、キャッシュレスを他の方にお勧めするやり方はたくさんあると思います。まあ他にいい方法があればぜひコメントください。もちろん無理にキャッシュレスを始める必要はないんですが、今後増税して現金 金決済のの価値はあまりりないいで僕個人ととししたたらやっぱりキャッシュレスを推進したいところではありますこれ最後におまけなんですけども、これはツイッターではお伝えしてないことなんですが、僕のチャンネルを見てくださってる男女比なんですけども、これは90日間の間なんですが、男性の方が8割で女性が2割という感じです。まあ多分僕の発信してる内容は基本的にキャッシュレスっていうちょっと特殊なので、なかなか馴染みにくいのかなと思います。まだまだチャンネル登録者数が何万何十万とめっちゃ多いわけではないので、データ的にはちょっと ちょっと浅いんですが今後はこれがどのように変化していくか個人的に興味深いところはあります、まあ、そんなこんなで今回はキャッシュレスを始めるのに年齢は関係ないキャッシュレスを他の方にお勧めする3つの方法についてお伝えしましたもちろん今お伝えした内容については賛否両論あると思いますがちょくちょく僕の動画でも今回の内容に関するコメントいただくことがあったので今回動画としてまとめさせていただきました、まあ、けどなんやかんや使う人は使って使わない人は本当使わないんですよね先ほどもお伝えしましたが無理に進める必要はありませんがちょっと でもお得になる方がいいと思うので僕のチャンネルではキャッシュレスに関する内容をこれからも発信しますそして先ほどお伝えした ANN のニュースの YouTube のリンクも下の概要欄に載せておきますので気になる方はチェックしてみてくださいということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました